中年オタッキーです。久しぶりの動画アップになります。ちょっと忙しくてものすごいんですけど、まあね、忙しくてね、手の込んだネタにもちょっと手出せなくて、今回もちょっとカメラの紹介のになってしまいました。今回もフィルムカメラの紹介です。これ EOS ONE のね、EOS ONE N HS っていうモデルになります。94年ぐらいのカメラですね。一応ね、当時はフラッグシップ機であります。まあ、EOS ONE の RS に比べると、連写の速度が落ちるっていうことになりますね。 EOS ONE の RS はペリクルミラーっていうのを使ってまして、シャッターを切ってる間もそのファインダーの画像が消えないという、まあ、その代わりちょっと半絞りぐらい暗くなるかな、写真が、というちょっと変わったカメラ、ですけども、これは、まあ、普通の、EOS ONE NHS の方になります。連写の方がね、ちょっと遅くて、EOS ONE の RS に比べるとちょっと秒間5コマぐらいだったかな、ちょっとはっきり覚えてないですけど、まあフラッグシップ機だけありましてね、音がねすごくいいんですね。うん、シャッターの音がしびれてしまいますね、これね。まあプロ使用機だけあってね、ちょっとシャッター幕くたびれてますけど、現状では問題ないようです。で、本当はね、もう写真撮って現像が上がってくるのを待ってから動画上げたかったんですけど、フィルムを現像に持っていく時間がないので、まあ、こういうことになっています。でね、EOS ONE シリーズの特徴といたしましてね、この操作系統ね、これが一貫して変わらないんですね。これね、まあ似てるといえば、キヤノン T90 っていうカメラも操作系が若干似てますけど、ボタンの数が1個違いますけどね。これね、実はね、私 EOS ONE ちょっと前の EOS ONE デジタル DS も持ってまして、まあ分かりますかね、よく似てるんですね。まあこれ94年発売のカメラですね。で、これ現状、は EOS ONEDX Mark II に変わってますけど、操作機は変わってません。まあ、一貫してね、同じ操作機を使い続けるということで、そのプロの方がね、カメラを新しいものに変えても操作は全く同じ感覚で使えるというコンセプトに貼っていると思います。で、それをね、まあ、T90 から入れればね、80年代くらいから続けているっていう、まあ、キヤノンさんちょっとその辺はね、先駆けてる部分があると思いますね。キヤノンのカメラを選ぶ、まあ、性能的にはいいですし、まあ、名前もキヤノンってかっこいいですしね、いい部分もあるんですけど、まあ、ニコンと比べるとアフターサービスが悪いという弱点もあります。ニコンはね、結構ね、生産中止になった後でも修理してくれたりするんですね。で、僕が持ってるこの EOS ONEDS Mark III は、製造中止になって8年になりますけど、もうすぐ修理の受付も終わっちゃいます。まあ、ニコンに比べるとそこがちょっとキヤノンの難点ではあります。はい、今回はそれの紹介だけじゃないんです。実は今回はね、これも一緒に買いました。 540EZ ですね。これストロボになりますね。これね、ヤフオクでね、液晶漏れがあるっていうことで、安く700円で落札して、で、液晶漏れないんですね。なんで液晶漏れがあるって出品者が書いたのかわかんないんですけど、まあ、これバッチリ光りますしね、こんなね、安く買っていいんだろうかという。で、この EOS ONE との組み合わせになりますと、先日紹介したね、 EOS 55ではね、ETTL が使えるっていう風に説明してましたけどね、これ ETTL はありません。ATTL、何の略か知んないですけど ATTL になります。でね、残念なことにね、ストロボを使って
った撮影はね、プログラムオートしかできません。まあもちろんマニュアル発行でやれる方はできるんですけども、まあ、簡単な露出制御をすると、プログラムオートしかできません。その代わりね、一応バウンスもね、自動みたいなんですよ。でね、プログラムオートにしまして、これね、今60分の1、絞り解放になってますね。これをね、直射にすると、絞り22になるんですね。ちゃんとね、バウンス、これ絞りは解放になってるんですけど、ATTL の特徴としましては、フラッシュが光ってる間も速攻を続けてるみたいなんですね。で、フィルム面に十分な光が当たった段階でフラッシュの発光を止めるという構造らしいです。でね、今回現像が上がってきてからその紹介をしたかったっていうのはなぜかというと、そのテスト撮影でちゃんと撮れてるかどうかっていうね、その ATTL をのバウンス撮影を結構やったんで、ちゃんと撮れてるかっていうのをやりたかったんですけど、残念ながらちょっと時間がなくて、仕事があまりにも忙しくて、ずっとトラックに乗って、ね、走っててね、仕事が忙しくてちょっと申し訳ない。で今回は、それだけではありません。EOS-1NHS は電池でね動いてるんですけどね、乾電池なんですけど、まあ、乾電池ね、これ8本もいるんで、そのしょっちゅう交換してたら高いぞと思いまして、わかりますかね、これダイソーのね100均の充電池なんですよ。100均の充電池が実はね、普通に単三電池のカメラ、これ 1.2V なんですよね。充電池はみんなそうですけど 1.2V です。 1.2V で普通の乾電池は 1.5V なんで使えないだろうと思いの方もたくさんいらっしゃいますけども、普通の乾電池っていうのは 1.5V を発生するっていうのは本当に一瞬でどんどん電圧が下がっていきます。で電圧が下がっていくと使えないというので困るんで、だいたいね乾電池を使用するカメラ、まあ機器っていうのは電圧が下がっても使えるような設計をしてあります。で、充電池っていうのはね 1.2V から 1V の間は安定して発生するんですね。そういうわけで、普通に使えます。これは実はストロボも一緒です。ストロボもダイソーの充電式の電池を使ってます。これね1本100円なんですよ。で充電器も100円なんですね。ただまあ充電器は2本ずつしか充電できませんけど、で結構使えます。これね実はね安物のヒゲ剃りに俺使ってるんですけど、これヒゲ少ないっていうのもあるんですけど、1ヶ月ぐらいこれね1回の充電で使えるんですよ。まあ 1200mAh だったかな。通常のねエネループに比べると半分ぐらいの能力なんですけど、値段が半端なく安いんで気軽に買えるということで、あとそのダイソーに行きゃどこでも買えるっていうんでね、非常におすすめになります。で、特にねストロボなんかはね普通のアルカリ電池を予備で持っといて、でダイソーの充電池を入れるっていうのもいいんじゃないでしょうか。でアルカリ電池とかねマンガン電池って液漏れが怖いんですよ。でこの手の充電池はその液漏れの心配が比較的少ないんで安心して使えるっていうのもありまして、私は使っています。以上、今日はねちょっとしょうもない動画になってしまいましたけど、 EOS-1N と 540EZ、で、ダイソーの充電式乾電池の紹介でした。これねフラッグシップ機、値段言うの忘れてたね。これねヤフオクで1万円で買いました。フラッグシップ機が1万円。ほんで、これね、540EZ で多分ね、発売当時6万円ぐらいしたんじゃないかな。これ700円で買いましたんでね。安くフィルムカメラをね、できるいい時代になりましたよ。ただ、現像所がすごく少ないのが大問題なんですけど、まあそんなわけで現像行く時間がないわけなんですけどね。まあ、最近ちょっと視聴回数も伸びてきて、動画アップしないとっていうプレッシャーにちょっと駆られてましたんで急遽アップしました。最後まで見ていただきありがとうございました。またちょっとね、
時間を作って手の込んだ動画をアップしたいと思っています。また見てください。よろしくです。